はい、やってまいりました。今回もやりますよ。ゲストに食事レポートをしてもらいましょうということで、トップバッターはレディーファーストということで。違いますよ、ここは見本見本みたいだね。じゃあ、食レポの名人といえばこの方です。じゃん、安定のこちらでございます。さあ、お願いします。いただきます。待って、まず紹介からじゃない。いや、もう紹介しなくても多分。いやいや、言った方がいい、言った方がいい。本当にみんな、皆さん多分分かってくれてると思う。言った方がいいよ、ちゃんと。あゆちゃんイコールもう担々麺だろうなみたいな。でもね、いろんなゴルフ場の担々麺食べてると全然違うから、ちょっと楽しくなってきて。いただきます。うん、馬の香りと少し辛い感じがマッチして、めちゃくちゃ美味しいです。それ担々麺だよね、普通に。普通の担々麺もそうだよね、それね。今まで担々麺っぽい食レポしたことなかったから、うん、今回初めて。美味しい。はい、めっちゃ美味しい。一緒に行こう。はい、見たい。いやいや、もういいから、伸びちゃうから。はい、いただきます。おうどんです。さっぱりした感じ、想像以上に美味しいです。お、いいね。すごい美味しいです。ういういしいですね、やっぱり。いや、さあ、今回は万儀城カントリークラブにやってまいりました。こちら、シェフ一押しの生姜焼き店でございます。こちらの牛さん、あ、豚さんはこちらの豚さんは千葉県産の芋豚を使用しておりました。とてもいい香りがしております。早速いただいてみたいと思います。いただきます。僕はマヨネーズが好きなんで、ちょっとマヨネーズもつけて。もうすごくお肉が柔らかくて、もう程よい生姜の香りとマヨネーズがすごいマッチして、もうご飯がすごい進む味となっております。ぜひ皆さん、万儀城カントリークラブに来た際にはこの生姜焼き膳をぜひ一度ご賞味ください。はい、以上です。はい、ありがとうございます。前半目をつけすぎたんで、後半頑張ります。後半も耐えて内田さん巻き返します。まあ、ハンデみたいなもんだよね、内田さん。たった最後もな、俺ら二度でいいかみたいな話してたのにな。はい、どれかわかんないですけど、スリーパットとかしちゃってるもんで。なせっかくのハンデが自分たちで潰しちゃってるんでね。まあ後半ちょっとチュチュチュンって言ってね、終わらせちゃおうかと、ね。はい、あ、俺らオナだ、ごめんね先輩。先輩ごめん。前半ちょっとふざけすぎた面あったんで、後半は真面目にやってちょっと蹴散らしていきたいと思います。はい、ちょい右目でいいよ。オッケーオッケー、ナイスショット。今日は調子は飛距離が飛んでないけど安定はしてます。ご飯も期待してます。ちょい右目でいい。アンサーよりちょっと左で。お願いします。お願いします。ナイスショット。179。そう、いいライじゃない。やったりますよ、これも。ピタッと。うちの清本が。いいよ。あ、聞こえた聞こえた。危ない。いやいや、後半出だしなんか最後まで行こう。こうやってです。175。そうですね、175で4。最後14ですよね。あ、今までいっちゃった。なんか嫌だよね。はい、なんか嫌だ。
あ、全然バンカーやりますけど。バンカーじゃないから OK でしょ。そうですそうです。いいんですこれ。俺一応あの長いバーディーパット入れて、いいバーディー取ってる。そうだよね。今度はゴール見せます。頑張ろう。見せるでしょ。違うことに引いてるんだよね。アクシデント。うん、アクシデントしか。二人じゃない？どうだろう。ほぼストレートじゃないですか。ちょっとストレートするかもしれない。何の音？え？何の音？何ですか？最高だった。お、うまいね。いいね。いいっすね。チームワーク。チームワークいいですね。こっちは。ナイスパーです。ナイスパー。あれ当たってなかったらでかかった。いいね。来た。うわあ。ああ、やばかった。やばいと。はい、ありがとう。こんなもんだよね。適当にポンドだってこれだもんね。そう。まだ本気じゃないし。そろそろ本気でいこうか。ホール数なくなってくるからね。次そうですね、距離同じなんで僕行ってみる。危ない。 OKOK、 左サイドだ。ないよ、もう怖い怖い。すげえ先行ってなった。ナイスショー。羨ましいよ。君みたいな球がしたいよ、僕は。バンカーって何がないの。すぐ来た。こういう時のなんかコツみたいなのってあります？傾斜がきつい時は、まずこのライだったら100万パー右行くんですよ。クラブがこう入ってくるんで、で、2側がもうすごいフラットになって当たるんで、アップライトな状態で当てられないんで、絶対右行くんで、左のミスは消せるんですよ。だからこう前足下がりの時はより左に振り抜いたり、それがもうよりまっすぐ打つ方法です。これ待った方がいいですね。手前で240のバンカーですか。うん、あ、260だ。260、うん、ギリギリ見えてるんだ。はい、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 本格グリーンの間ぐらい。カーモグリーンならんか、うまい。そうします。これどうなってんだろうね。行っちゃいましょう。ナイスショー。本格入ってんじゃないの。おお、完璧やん。完璧。ナイス。ありがとうございます。でもこれね、もう俺からしたらこれバーディーチャンスだから。なんかカン・シュウイチみたいな言い方になってるけど、もう木の上はだってほら、もうね、前回の決勝大会でもやってるじゃないですか、木越えで。木越えね。これ俺のためにのロケーションだ。風は前から、前からちょっと強め、奥めですね。はい。18度でいいですよね。
この縦距離感ですよ。もう真横じゃないですか。ちょっと球が右に出て、ピンがブラインドだった分、ちょっとピンより右出ちゃっただけで、距離感も完璧ですからね。で、入れてバーディーでしょ。ゴルフって簡単っすよ。ちょい、フツク、ほんのワンカップぐらいじゃない、フツクは。ね、おー、ナイス。スワディ、ありがとうございます。やるやん。まあいいんじゃない。楽しい。ナイスパーです。必死にパーですね。まあ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 、まあ、パーでいいよって話してたもんね。バーディーパット取っただけラッキーだよな。よし、ナイスパー。倉之介くんか、うまいね君。いいんじゃない。まあいいんじゃない。いいゴルフするよ。うん。ありがとうございます。はい。ねえ、うまいですよね。うまいですね。上手ですね。いいゴルフするよ。ちょっと先輩から吹かしとかないと。本当にそういう人いるから。本当に。本当に。え、何のすけくんだっけ。いや、それはなかったけど。いいよ、それ。あ、いいんじゃない。俺らでやってる分にはもうネタだってのが分かるからな。こんなことガチで言われたらえってなるような。414だと大体何ヤードぐらい、あ、何番ぐらいで打ちますか。414でしょ。ウッドになるセカンド。じゃあ170の方がいいですよね。パー3、うん、お願いします。俺だね。え、いいよ、あゆここやりなよ。あゆ、ここお前やれよ。うん、いいよ、うまいね。いいよ、いいよ。あ、これクラのドライバーやし。本当だ。二人とも全然。なんで。まあ確かにオレンジだからね。オレンジ入れたくなっちゃうよね。とんでもないです。いいんじゃない。わあ、めっちゃ来てるわ。あぜ。帰っといて。あ、大丈夫。大丈夫。どうしたの、みなみちゃん。いつももっと元気なんですよ、この子は。元気なんです。本当は。ちょっと隠して。恥ずかしがりなさい。シャイ。シャイ。シャイって自分で言うの。だって周りが言うもんだ。自分で言うの。私もシャイ。また俺さ、馬の世間にめっちゃさ、オーバードライブされてるし。あそこ、あのラフェのところ。また上げてるよね。スピーダーチャレンジっていう歴史としたプロも出たりとか、ジュニアも男女混合だよな、の中でジュニアで男子を抑えて優勝2連覇。しかもキャディーが弟だったからよかった。9いいっすよね。さっきと1個上の9番。ハーフシャンクした。あーみたいな、うん。ハーフシャンクした。すっ飛んでたもん右。恥ずかしい球打ちました。
つも朝何食べてますか？試合前とか。試合前はそんな、もう全然食べてないです。なんかおにぎり食べて、味噌汁飲んで、それ朝食ついてればそれ食べるんですけど、出されれば食べれるんですけど、いざ自分で買うとなるとあんま食べれない。頑張れ、耐えろ耐えろ。スミ君どうだった？スミ君どうだった？俺も左。お父さんに見てもらってるの？お父さんに。そうです、前はコーチがいて、そのコーチが場所移しちゃって、で今はたまに内藤さんに教わって、あ、そうなんだ。でもほぼほぼお父さんと先生。最初はめっちゃ緊張した。だってさ、マジで全部取られるぞ。まあ、結構緊張するでした。今は前ほどは思ってないけど、はい、前はやばいこれマジで失敗できないとかもう満プレッシャー味今はもうなんかもうだいぶみんな僕のこと分かってくれてるから、だいぶ気楽にゴルフできてるけど、最初の頃はマジで緊張したね。これだけでいったほうがいい。はい、早そうじゃない？結構カップコイったらもう楽しい。なあ、はい、なんとなくでいこう。クラにさっきやられたからちょっとさ、意識しちゃったっすよね。いいよいいよ。めちゃめちゃいいね。ディポットとディポットの間にボール持ってますね。持ってますね。対応するだけです。どうします？ナイス。いやもちろん。あんま切れない。カップ縁。はい。カップ縁。外縁中縁？はい。中縁？はい。かけた。ごめんなさい。ちょっと。ごめん。今日本当にごめんしか言ってない気がする。ナイスでーす。3打差や。3打差だよ、やばい。ごめんごめん、まあ余裕、怒んないでくれよ。